暑い。でも絶好の野外活動日和だな。テントやっと張れた。で、あれ、ひかみさんは？さっきから見当たらないけど。池西くん、ちょっと探してきてよ。なんで俺が？だって私ら話したことないし。どうせ暇でしょ。うん。おーい、ひかみさん。何セルフでテント立ててんの？池西くん、だって暑くてたまらなくて。池西ね。私、ひかみゆき、高一は雪女の子孫。16までに自分に好意のある異性の心臓を食べなければ死んでしまうため、高校で生贄を探す日々。生贄になってくれない？雪女、へえ、そうなんだ。そこで見つけた池西春という強靭で美味しそうな心臓の持ち主、通称生贄くん。しかし、ほら出ておいで。何よこの距離感は。私は山に住む珍獣か。だってひかみさん、この前野外活動見てなさいよとか言ってたから。俺こんな山奥で死にたくないし。この男、想像以上に手強いのである。わかったわよ、一時休戦ね。それよりこれ作ってきたからもらってよ。弁当どうも。あ、青魚丸ごと2匹、わかめご飯メッセージ付き、たっぷりの納豆。ひかみさん、俺の血液サラサラにして好きあらば美味しくいただく気でしょう。休戦する気ないでしょう。うん、はん。で、一応食べてはくれるのね。だって理由はどうあれ、作ってくれたこと自体はありがたいし、それに美味しいし。おまけにこの間から生贄くん見てると食欲以外の欲が湧いてくるような変な感じがするんだけど。俺うまかぼうしか持ってないけど後で食べる？聞いてる？ひかみさん、気のせいかしら。午後からはハイキングです。班ごとにまとまって歩いてね。食後だるファイト。このケロッとした顔がちょっと可愛く見えるのも気のせい、気のせい。それより作戦開始よ。いけにえくん、私バテちゃった。ちょっとみんなとはぐれて休憩してかない？目すごいギラギラで元気そうだけど、やだよ。そう、じゃあこれで私たち離れられなくなったわね。あ、しまった、油断した。ついでにこんなのみんなに見られるわけにもいかないし、人気のないところで休まざるを得なくなったわね。作戦成功。ま、眠かったし別にいっか。あ、って自分でやっといて自分で照れないでくれる？何この猛吹雪。雪女は体温が上がると吹雪を起こしちゃうよ。暑い時とかドキドキした時とか。照れてないし、これくらい余裕だし。まあ俺が別によくても同じ班の奴らは心配するかもね。連絡入れとこうか。大丈夫よ。え？生贄くんはともかく、私は気にされてすらないだろうし、まあいいんだけどね。元からどんな人間とも慣れ合う気なんかないから。あ、生贄くん、この間俺素直じゃなくて強がるひかみさん可愛いとこあるなって言ったけど。夏の大蔵刊号リボンスペシャルミント大好評発売中パス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。グッドボタンやコメントも待ってるパス。次の動画も見て。